武道館の間全然配信見れてなかった。お、ありがとうございます、見に来てくれて。こんばんは。武道館の間ね、配信短かったしね。こんばんは。よいしょ。日々充実してそう。そうですね。あ、そう、前髪。前髪切りました。こんばんは。なんか免許の写真って持ち込めるらしいですよ。なんか納得のいく写真を証明写真撮っていって。こんばんは。こんばんは。マジで名所っぽい。あのコンタクトが乾いてる。目薬さしたい。目薬目薬。こんばんは。よっ。目薬もうあとちょっとしかない。買わなきゃ。こんばんは。こんばんは。あ、なんか持ち込むのはなんか場所によるらしい。なんかその更新する、なんかその警察署で更新するのか免許センターで更新するのかみたいな、なんかどっかは良くてどっかはダメみたいな。そうそうそう、調べてから行くといいかもしれないですね、次回の更新では。こんばんは。よいしょ。さやは更新いつだったかな、免許。今年？忘れちゃった。エチさんギフトありがとう。こんばんは。ショールームで話そうと思ったことあったけど忘れちゃったな。何だったっけな。なんか今日これ話そうと思ったんだけど忘れちゃった。何だったかしら。ダメだ、もう脳みそがポンコツで全然覚えてないや。こんばんは。どうだったかな。よいしょ。こんばんは。
なんだろう、ちょっと待って、頑張って思い出すわ。なんだ、なんだったかな。今日はね、稽古空き時間めちゃくちゃあったんで、なんかみんなとめっちゃ喋った気がする。割と喋れるようになってきた。誰が誰、誰が誰役かも分かってきて、割と喋れるようになってきたような気がする。女の子だけのさ作品だとさ、なんかめちゃくちゃ常にアットホームな感じがあって良きですね。こんばんは。良き。居心地が良い。こんばんは。ちょっとお芝居はもうここはもっと詰めていかないといけないんですけど、頑張んないとな。よいしょ。こんばんは。サリンは何色の車が好き？まあ車種にもよるんじゃない。例えばミニクーパーっていう車がすごい好きで、フォルムがいつか乗りたい車なんだけど、ミニクーパーだったらなんかおもちゃみたいな色がいいの。ミニクーパーは燃費あんま良くないって聞いたから、普段乗りは絶対しないよね。そう、絶対できないよね。さやが相当リッチマンになってないと無理よな。だから車を買うのがそもそもリッチマンだし、車の中でもミニクーパーを、ミニを選ぶのがリッチマンやけど、大前提としてね。なんかラジオでキャリーパミパミ言えない、キャリーパミパミさんもミニクーパーがすごく好きって言ってた。そう、うわ一緒だって思った記憶があるからめっちゃ覚えてる。結構前のラジオだけど。こんばんは。結構街中で見かけるよね。人気なんだろうな。こんばんは。さーて、やっと洗い物が終わるぜ。
った。やっとった。あ、まあこれは後でいいか。うわ、綺麗になった。こんばんは。でもあんまりね、なんかまあミニクーパーはちょっと見た目がさめっちゃタイプだからまあ別として、あんまりね外車あんま正直好きじゃないんだよね日本車の方が好きなんだけど、ちょっとミニクーパーはちょっとあまりにも可愛すぎる、デザインが良すぎる。例外。こんばんは。あれだけちょっと例外です。こんばんは。眠い、うん、こんなに眠いのなんでやろうな。今日いっぱい寝たんだけど、まあでも朝早く目覚めちゃったしな、なんだかんだで。よいしょ。こんばんは。いっぱい寝ようと思ったら早く目覚めちゃったのよ。まあでも車は持たないだろうな。よほどのことがない限り。長野に戻るなら別だけど。こんばんは。あー今すっごいカフェオレ飲みたいけど、絶対この時間に飲んだら夜眠気どっか行く。デカフェコーヒー買っとけばよかった。ほうじ茶でも飲む？ほうじ茶ラテ。ほうじ茶ラテでも飲むかな。コーヒーがダメなら。でもちょっとお湯が今、ウォーターサーバーの水が今ちょうど今なくなって、後で入れなきゃなと思ってるところで。ウォーターサーバーくん水出ないからお湯沸かそうっと。よいしょ。そう、東京の道はマジ一方通行が多すぎて何も把握できないから乗りで極力乗りたくない、まあ、せめてナビがあればまあまあって感じだけど、東京の道は嫌だね。それカフェインめっちゃ効くんだよね。そうめっちゃ効くのよ。ワンバンコ一人暮らしだと軽で十分。確かに小回り効くし、なんか駐車場とか見つけやすいしね。軽自動車見た目がなあんまりこう好きじゃないんよな。こんばんは。これ何グラムだっけ。17グラム。100% ありがとう。お辞儀が綺麗だったんでどこにいるかすぐ分かりました。 ありがとうございます。でも武道館の時さえね、正直自分的にはあんまりお辞儀こう綺麗に意識しきれなかったなと思って、ちょっとね反省してるんだよ。いつもの方がお辞儀綺麗だったなってお辞儀しながら私は思ってたんです。あの時そんなことを考えていました。
よいしょ。熱っ。ちょっと牛乳足そうっと。わあ、おいしそう。明日は昼間料理でもしよっかな。結構午後からっていうのがいいね。朝ゆっくりできるの最高。なんかやっぱ早く帰ってきてもさ、ダラダラしちゃうから結局遅くなっちゃったりするから、午後からだと朝ゆっくりできるのはいいね。あっち。今日は最近ずっとサボってた筋トレをしてから寝たいと思います。二の腕がちょっとね太ってきたんです。なんでちょっと筋トレします。夕飯食べたよ、ね、今日は黒の服を着て稽古してきた。稽古してて思うんだけどさ、みんなさ、なんか可愛い洋服できてさ、稽古場で稽古着に着替えてさ、帰りまた可愛い服に着替えて帰ってくのマジ偉いなと思って。私この格好でいて、この格好で稽古して、この格好で帰ってくるからね、全てを諦めてる。さあ明日は可愛い服着てってあっちで稽古着着替えようかな。荷物増えるんだよな、そうすると。それがちょっとね嫌なんですよ。プロテインは飲んでる？今日はねオイコス食べてた。なんか飲み物より食べ物でタンパク質摂取したいなと思って。オイコス今日これ同じやつ今日食べました。明日もこれ食べます。そう、あとちょっとコンビニでプロテインバー、あんまりね飲み物でプロテイン摂取した方がいいんですけど、プロテインバーだと脂質が取れちゃったりするから、そうなんだけど、ちょっとどうしても今日はちょっと固形が食べたかったから久しぶりに買った。分かってはいるけど効率より幸せを優先したい時ってあるじゃん。それがイケビでね。いや、メンバーでもちゃんと可愛い格好してきて、レッスン着着替えて帰るときまた可愛い格好してくる人全然いるよ。さやがただそういうだけ。AKB がっていうレッテルは貼ってほしくない。てか、そういえばなんかレッスン、外出れるレッスン着着てくことが多いかな。今日もさ、下はさ、このちょっとピンクっぽい、なんていうのこれ、広がったパンツなんだけど、普通にお可愛いのよ、デザインが。そう。そうなんです。だからなんかジャージとかをレッスン着にしてないから外出れるね。ジャージをレッスン着にしてたらさすがにジャージで外出るのはあって、自分もはばかられると思うわ。サロペットはここをこうでつながってるつなぎみたいなやつだから全然違うよ。高いのようなやっぱちょっといいね。こう何、涼しくなってきたからうわ暑っって思わないで飲めるから、いい時期が来たね。マジでさ、もう配信で何百回か言ってるけど、マジでこの時期大好き。まあ、ちょっと今日暑かったからちょっともうちょっと寒くていいんだけど、この前のうわ寒って時期がマジで好きだったな。3日間4日間ぐらいのちょっと雨降って寒すぎた時、もう毎日あれがいい、毎日あれがいいよ本当に。
そういえば毎日あれがいい。このままガンガン寒くなってほしいな。早く冬になってほしいもん。待って、今日40分ぐらいに始めたから10分ぐらいに終わりにしようかな。30分ぐらいで。今日も早寝、早寝を目標に。冬になったらカフェオレも暖かいのになるの？そういえば夏でもカフェオレは暖かいよ。汗かかないから涼しいのがいいけど、急激に上がったり下がったりするのだけは勘弁。まあでもその一回下がったのにもう一回上がるのはちょっと嫌だね。うん。寒いのと暑いの交互だと着る服に困る。別に困んなくない？なんか下にこういう半袖とか着といてさ、上に一枚羽織っとけばさ、昼間もし暖かくなっちゃっても脱げば涼しく対応できるし、朝晩冷え込んでたら上着着ればいいし、全然その着れるものに着脱式にすれば対応全然できるくない？1枚で出るってなるとまあむずいね。パーカーだとちょっと昼間暑いけど、長T だと朝晩寒いみたいなね。1枚で外出なきゃいけない縛りだったら確かにむずいかもね。天気予報とにらめっこしなきゃいけないかも。今日の最高気温はみたいな。でもマジ羽織物にしとくとめっちゃ楽だよ。体温調節、電車の中暑かったら脱げるし、建物の中冷房効きすぎたり、あの暖房効きすぎたりしてたも脱いだり着たりで調節できるし。それは薄めのジャンバーまでいかないけど、最近の一番いいのはこれだね。ビームスのこれ多分メンズの上着なんですけど、これがマジ一番いい。あったかいし風は通さないから寒くはないし、気温上がってきても暑くあんまり暑くならないんだよね。これめっちゃいい。でも多分いいやつ、これ兄ちゃんからもらったやつだけど、兄ちゃん高い服着るから多分すごい私さっくり着てるけど、多分めっちゃいいやつ。これ多分めっちゃいいやつですね。いいやつだからいいんだろうな、着心地。って思ってる。でビームスってちょっといい値段するイメージあるもんな、そもそも。こんばんは。いやまあ別にメンズのを着てるからメンズの着る女の子なんて今無限にいるから視野が狭いんじゃないか。兄ちゃん太っ腹。いや多分兄ちゃんはもう着るのに飽きたから、いらないけどいるって言われて、何でもいるよっていうタイプだから、さやがそれもらったものの中で生き残ってますね。とりあえずもらったけどいらなかったものとかもっといっぱいあったから。そう、最近欲しい洋服あるんだけどさ、
財布とずっと相談してる。いや別にあるんだけど、買えるんだけど買いすぎかなみたいな。代わりに靴あげてる。あげてないよ靴。なんでさ靴あげてることになってんの。兄ちゃんに靴あげる妹はなかなかおらんやろ。靴あげてないよ全然。立て替えてるだけだよ。後でしっかり徴収するから、さやが当てたスニーカー。冗談じゃん、会話がしたいから。冗談でもアイドルに男みたいな言うのは多分あのセンスない。冗談として、冗談ってのは相手も自分も笑えるところがラインですからね。相手が笑えない冗談は冗談じゃないから。ビームスのカーディガン持ってるけどシンプルで。ビームスさ、いやそうなんだよ、デザインマジ好きなんだけど、ちょっといい値段するからいつもうーんって自分では買えないんだよな。買えばいいんですけどね、買えないんです。飲み終わっちゃった。飲み終わったところでそろそろ10分ぐらいだった。年末は購買欲が高まる。やっぱそういうのあるのかな。でもまだ年末っていうにはちょっと早くない？10月よ。今購買欲高まってたらちょっと12月とかやばいね、爆発しちゃいそう。ちょっと程よく財布と相談すっぺ、すっぺすっぺ。あのこうやって見ると別に二の腕太ったように見えないな。あのこうやって見ると太ったように見えるんだよな。角度、角度によるな。えマジで洋服欲しいな。欲しい服いっぱいあるけど着るかってずっと悩んでる。あれば着るんだけど着るか本当に。まあ、まずちょっと明日レッスン着て外で歩くのやめるわ明日。ちょっと一回私服着て稽古着持ってってみるわ。そこから女子力上げていく。他の役者さんたちにちょっと並んでみるわ一旦ね。一回で終わってしまうから。いやあんまり一回で終わるものはあんまりないんだけど、なんかそのなんていうかな、最近でも一目惚れした服しか買わないからちゃんと着るけど、一目惚れしたけどちょっとあんまりにも派手すぎてちょっと恥ずかしくなっちゃって着れない服がちょっと最近あって、あれどうしようかな、あれどうしようかなっていう、さやの羞恥心を取り外さないと着れない服はあれどうしようかなみたいなのはありますね。ちょっとバランスを見て買わないといけないですね。ということでランキング読みます。13位オロロさんありがとうございます。12位マサトさんありがとうございます。11位かぼちゃ先生ありがとうございます。10位ヤスさんありがとうございます。9位ピアノマンさんありがとうございます。8位キャロンさんありがとうございます。7位バイコゾウさんありがとうございます。6位立山ケンケンさんありがとうございます。5位マンダリンさんありがとうございます。4位ツナちゃんありがとうございます。3位ケンケンさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。1位はヤチさんありがとうございます。ということで皆さん今日もお付き合いありがとうございました。また明日も頑張っていきましょう。明日は水曜日。バイバーイ。みんなも早く寝てね。おやすみー。